2019明治安田生命 J3 リーグ第13節、東京ヴェルディ対アビスパ福岡の一戦をお伝えしてまいります。ヴェルディの方はここ最近、中盤の3枚の形を変えまして、はい、そこからだいぶ何か良くなったようなという印象はありますけどね。そうですね、中盤の並びを逆三角形の3人に変えてから、非常にそこがでのパス回しがスムーズになりましたし、はい、そこを固定でプレーするわけじゃなく、その3人がうまく、ね、ポジションを変えながら、いいバランスを作っているのかなという気がしますね。はい、渡辺壮太は右のワイドに入っています。藤本です。さあ、ここ藤本まずか入って折り返しか、シュートへ、グッとクロスバー入った、先制ゴール。小市、まずヴェルディが1点を先制しました。初ゴールになりました。ネバニャ小市、3試合目に今日スタメン起用になりましたが、ボックス内シュートを打ったボールはクロスバーの当たって入りました。ちょっと下がって小市がいます。ここはただ深い位置に入れて、うまくコントロールできませんでした。しかしまだ追いかけるか、藤本、小市もいった、藤本、さあ中に入る、小市シュート、狭いところでした。一旦はねボール奪われたんですけどね、その後のやはり切り替えっていうところは今季のヴェルディ非常に早いですよね。そうですね、繋いで鈴木潤、和光、いやどうか、ヘディングシュート、飛び込んで同点ゴール。ヤンドンヒョン、見事なヘディングシュートでした。藤本、奈良が上がっています。いやどうか、シュート、反転シュート、決まった、小池純喜バースデーゴールです。東京ヴェルディ2対1、勝ち越し点が前半終了間際ヴェルディに生まれています。中に小市、小池がいて、最後は小池の足元に来ました。前半が終わって2対1と、東京ヴェルディが勝ち越して終わっています。